取ってくれ、頼む。インコース、誰や。当てた。ダメだ、ショートゴロで1点。痛すぎるよ、この1点は。痛いゼロは痛いって。痛いゼロは痛いって、マジで。もうダメだよ。もう、強すぎるよ、ソフトバンク。うわぁ、センターに抜けた。3点目か。痛すぎるわ。痛いよ。痛すぎるって。痛えよ。痛えよ。痛いよ。痛えよ。3点目は痛えよ。くそ。デスパイネ今季1号。5対0。終戦だ。もうダメだ。はい、どうもアウトロギアイです。本日もよろしくお願いします。っていうことで、ソフトバンクが強すぎる。ソフトバンクが強すぎる。正直ドラゴンズファンとして認めたくないけども、やっぱ今日の試合見てたらね、中日とソフトバンク、もうソフトバンクの方が強い。言いたかないけど、チーム力、差があった。本当にチーム力の差を痛感させられた。そんな試合でした。今日はね、ソフトバンク対中日、6対0でもう8回に一気に4点取られて、まあ、完敗です。もう完敗。もう白旗あげるぐらいの試合でした。いやーもう本当にね、先発ピッチャー、千賀VS 大野雄大。誰がこんな大量の点差になる試合は想像できたことか。いやーもう本当にアウトローに入るもね、途中までは手に汗を握る展開で1対0で推移してね、最後まで諦めずに応援しようって頑張ろうと思ったんですけど、まあ、8回にね、まあ、大野投手がね、変わって山本投手になって、まあ、山本投手がね、8回に一挙に捕まって4点失ったっていうことで、まあ本当にいろんな打者に打たれたりとか、まあゴロの間に点取られたりとか、デスパイネ選手、代打にデスパイネもえぐいけど、デスパイネにバーン振り抜かれてセンターにバーン、バックスクリーンのセンターのもうなんか座席のところにぶち込まれて2点取られて、んで5対0になって、で9回の田島もね、打たれて6対0になったっていうことで、まあ6点取られたけども、それよりも今日はね、もうせめてドラゴンズ投手陣にできることがあったとしたら中継ぎ陣において、フォアボールを出さないで、とにかく、フォアボールを出すなと、そう言いたかったです、今日の試合は。うん、唯一心残りがあるとしたら、それだと思う。まあ、今日先発大野投手に関しては、もうほんと途中まで、いきなりスリーボールになって、フォアボール彼も出したりとかあったけども、要所要所抑えて、あの強力ソフトバンク打線をね、1点で抑えて、よくぞ6回7回まで投げてくれたなと思うんですけど、その後にやっぱ山本投手も先頭でフォアボール出して、その後にね、ボコボコ打たれて点取られて、9回の田島もね、フォアボールで出してから点を失ってるっていうことで、まあ、確かにね、ソフトバンク打線、1番、2番の三森周東の俊足コンビ、もうランナー出したらもううるさい、鬱陶しいっていうぐらいの足が速くて、ほんで3番の柳田、もうちょっと状態良くないかもしんないけど、打席に立ってるだけでも怖いし、4番のグラシアルもしっかり打ってくるし、で、5番、6番、7番、5番中村、6番今宮、7番柳町、もう全員上位打線いけるんじゃないかっていうポテンシャルのある選手が下位打線にいる。で、もうここぞっていう時にもう本当に気持ち集中してきたら打ちまくるし、で、8番開拓や9番千賀っていうことで、もう9番千賀も結構フルスイングしてきたけども、まあ確かにソフトバンク打線も本当に打線がもう線のようにきちんと一つの束となって線になってるっていうね、もう本当に、なんて言うんだろうな、ソフトバンク打線の恐ろしさを見せつけられたなと思うけども、足速い選手が多すぎる。ベンチでも野村勇とか、もう川瀬とか、もう途中から出場してきた選手をガン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 もう塁上走り回って、で、サードのシュートをね、もうアリエルのライナーを飛びついて取ったりとか、もうセンターに守備位置変わったら今度は周平のいい当たりを平気で追いついて取るとか、もう守備でも躍動しちゃう、もう本当にソフトバンクの野手陣、エグすぎる。
で、そしてピッチャーに関してもね、もう千賀投手、今日もストレート相変わらず速くてね、まぁ、ちょっと途中でアクシデントで交代 したんですけど、まあ、ドラゴンズ打線に関してはね、本当にバットを短く持ってヒットこそ4本か3本だったんですけど、逆方向を狙ってる意識は伝わってきたんでね、もう現にビシエド選手とか岡林選手とかも逆方向にヒット打ってるから、そんなに攻められないんじゃないかなと、しっかり対策しようっていうのは伝わってきたし、それに、あとのピッチャーね、加山投手、そして藤井投手、津森投手、で、坂東投手、最後、左ピッチャーの笠谷投手、もうみんな平均球速がストレートが速い。もうみんないいピッチャーばっかり。もう本当に、ソフトバンク投手陣も中継ぎも分厚いっていうことで、まあ、強いて言うならね、又吉が元ドラゴンズのチームメイトで、まあ、2対0か3対0出てくるかなと思ったら、もうそれ以上に点取られて、もはや又吉すら出させてもらえない試合展開になっちゃったけども、まあ本当にもうメンタルに応えるね、本当に実力差を見せつけられた試合じゃないかなと思います。はい、ということでね、もうファンとしてはもう仕方ないっていう言葉は使いたくないですけども、それを使わざるを得ないぐらいね、今日は完敗だなと思うね試合でしたけど、明日はドラゴンズ先発ね、高橋宏斗、ソフトバンク大関ということで、まあ本当に高橋宏斗はね、若いルーキーとして僕は個人的に本当に応援してるんでね、ストレートスプリット、まあドラゴンズファンみんなが期待してるピッチャーだと思うんですけど、この強力ソフトバンク打線にね、逆にどうやって立ち向かっていくのか、もうそこに本当に注目したいですし、本当にとにかく自分の球をストライクゾーンめがけてね、打たれてもいいんでね、投げ込んでほしいなと。もう今日の試合を見た限りわかると思うんですけど、フォアボールだけは、特に足の速いランナーに対してフォアボールだけはね、時と場合によってはね、出していい場面もあるかもしれないですけど、なるべくフォアボールは出さないでね、明日挑んでいってほしいなと、心の底からね、思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは、明日の動画でお会いしましょう。またね。やっぱり長年クラスのソフトバンク強いわ。